皆さんこんこにちは、えー、それでは東京11レース東京新聞杯の予想をしてみたいと思います。えー、本日の土曜日の結果なんですが、えー、福永騎手がまたもや10、11、12と2着連帯しました。 えー、その並びなんですがやはり10レース11レース12レースで同じ機手の並びがありました、えー、ということで東京新聞杯にも同じように、えー、10レース12レースとー11レースを比べまして同じ並びになっている機手がいるところを買ってみたいと思います、えー、そうするとこの北村騎手北村雄一騎手10レースとルメール騎手と隣同士にいます えー、そして、えー、最終レースでは北村雄一騎手と横山騎手の並びが、えー、5個離れています。2345ここからも12345と,ということで北村騎手は、えー、10レースとルメール騎手と同じ並びそして12レースでは横山のりひ弘騎手と、えー、同じ並びということで北村雄一騎手が私の本命となります。 えー、そのほかなんですが、えー、銀亭ステークスのある銀の色の文字ですねそれがあるレッドゴールドこのレッドとゴールドこの色の名前が入った枠というのもいいのじゃないかと思いますそして東京レース名なんですが東京新聞杯 えー、東京新聞杯ということで、えー、この間のアメリカ JCC の日なんですが、えー、湘南ミラノもう一つ何でしたかねその都市名があったのですがその隣が、えー、連帯をしていました、えー、そういうことでこのタワー・オブ・ロンドンっていうのが隣にいるいうのもいいのじゃないかと思います、えー 北村雄一騎手がそうです、ね、人気もそこそこなのところにいます、えー。面白いではないでしょうか。えー、そして、銀亭ステークスの木、北村雄一騎手の木、えー、三浦昴生、この銀手、頭文字、C 文字、木といいというのもいいと思います。えー、東京新聞杯の東、えー、東南、シャーペー、えー、北。 来た、えー、というのもまた一ついいのじゃないかと思います。えー、東京新聞杯ということで頭文字が「と」下が「い」ロ字くらい「ロードクエスト」この「尊い」ここの三浦騎士もいいんじゃないかと思いましたが、えー、北村騎士の方がいいのかなとそういう感じで見ています。えー すいません、今日はちょっと、えー、晩を寝てしまいまして疲れてしまいまして寝てしまいました、えー、少し今日は少しだけの、えー、解説となります、えー、それでは皆さん明日も頑張りましょう